皆さんこんばんは素晴らしい一日は素晴らしい朝ごはんから始まると言ってもいいでしょう妻の実家から歩いて数分のところに住んでいる私は本日も素晴らしいお裾分けを義理のお父様から頂きました宍道湖の大粒のしじみです丁寧な下ごしらえをしてお味噌汁としていただきましょう とということで今回はシジミのお味噌汁で優勝していくことにするわねまずはシジミの砂抜きを0.3%の塩水に浸してアルミホイルで蓋をして3時間こんなにも砂が取れてるじゃない。 気気持持ちちいいわわすぎてもお家になったわしっかり水気を拭き取ったら密閉袋の中に1000円じゃし水圧とストローを上手に使ってしっかり空気を抜いたら冷凍庫の中に1000円じゃし何もしなかったしじみより一度凍らせて温めたしじみの方がおだしは出やすいらしいわよ理由はしじみの細胞を一度凍らせることによって壊れやすくすることでそこからおだしが出やすくなるからだそうです さあ凍らせたしじみはじっくり加熱していきましょうしじみのおだしを丁寧にとっているとおかずの卵焼きも丁寧に作りたくなってきちゃったわ今回の卵焼きはメインのおかずにしたいからいつもよりしょっぱい味付けにしようと思うわとは言ってもいつも入れてた砂糖を入れないだけなんですけどね味付けは白だしだけ白だしを入れた量と同じ量のお水を加えてハンドブレンダーでよーくかき混ぜなさい だし巻き卵の元となる卵液の完成で、ね、しじみからはこんなにも出だしが出てるわ。で私気づいちゃったのお店のだし巻き卵がなんであんなに綺麗か卵白をしっかり切って卵液をしっかり混ぜてるからね菜箸で混ぜるだけじゃ絶対にできない綺麗なだし巻き卵が出来上がったわ。もちろん添えるのは大根おろしとマヨネーズ。 さあ、しじみのお出汁もたっぷりとれたところで、一人前の量を小鍋に移して温め直しましょう。しじみの量はこれくらいでいいかしらね。お味噌の量も気持ち少なめ。しじみのお出汁を存分に味わいたいからね。ああ、お台所が素晴らしい香りに満ちあふれてるわ。お味噌汁に具材は2種類以上入れてはいけない。あとは万能ネギを散らすだけ。 土鍋の炊き込みご飯も用意してサスケくんの大好きなちりめん山椒を添えれば、素晴らしい朝ご飯があっという間に完成ね。あらやだ、美味しそう、やだー マジで今まで食べたことのあるシジミの中で一番でかくて一番うまいですい素晴らしい朝ごはんもあっという間に完食はい江戸天